味を数値化する機械味覚センサー活用セミナーが10月13日東京ベルサール秋葉原で開催されました。味覚センサーは甘い、しょっぱいなど食品の味を分析し、新製品開発や食品データに活用する機器で、この日は人気セミナーということから、会場にはメーカーの新製品開発担当者や研究機関の技術員など約300名が来場しました。池崎社長にお聞きしました。人工のベロを作ってですね、味の物差しですね、苦味がいくつ、酸味がいくつ、コクがいくつというのを世界標準を作ろうとしてるんですね。でそうすると関西と関東でこんなに違うって見えるじゃないですか。それから これ美味しいですよって言ったって伝わらないですね。だからそれを数値でこう出すと、あ、こうなんだというのが皆さんに分かってくるわけですね。セミナーでは大手食品メーカーの丸友や三つ友コーヒーの担当者による講演が行われ、味覚センサーを用いた新製品開発やビジネスの場での活用例が紹介されました。また味覚センサー開発者である九州大学大学院渡航清主幹教授の特別講演、味覚センサーと私が行われました。渡航教授にお聞きしました。今新商品の開発、それからマーケティング、2通りに今使われてますよね今ね。いや、開発ね、当初はね、新商品の開発、それから品質管理まではまあ OK と思って、まさかマーケティングに使われると思わなかった。やっぱりみんな思いつくもんですね。みんなが勝手に、なんかユーザーが彼らが自由に発展成長させてくれる、ありがたい話です。講演会の後は参加者による懇親パーティーが行われ、参加者は味覚センサーの使い方やデータ説明を熱心に聞いていました。参加者にお聞きしました。まだ実際にその機械を使って測ったことはないんですけど、これからいろいろな酵母エキス今作ってるんですけど、それを評価できたらいいなと思って、どのように皆さん評価していらっしゃるのかなっていうのを知りたくて来ました。